11月で17歳なんで。そうなんですね。もうね、おばあちゃんだから走れないの。あ、いえ、もううちから何歳ですか？もう16歳なの。あら、元気だ。子供かと思った。16歳。すごい。11月で17歳なの。今年17歳なんですか？はい、17歳になります。うち、あと2匹上にいたんですけど、その子たちもみんな17歳まではいて、すごい、はい。この子のだから旦那さんが今年の1月で亡くなったんですけど、もう17歳。うちは、こっちが上で7歳でこっちが6歳です。もともとあれなんですよ、親もなんか5キロぐらいしかないみたいで、あ、すっごいね、ちょっと肌触りいいね。癖毛なんです癖毛なんですモデルさんみたいだよね。そうなんですね。ちっちゃいんですよね、親も。なんかスタイリッシュ。あ、すごい手触り。手触り。やっぱりでも、毛の感じも違いますね。ポーちゃん飛びつかないよ。ポーコ。すいません。足がめちゃめちゃなる。よかったね。調子乗った。かわいい。よかったね。あら、あら、ピキちゃんですか。あら、あら。うちも好きでよく見る。ああ、そうなんですか。やっぱりこう、あ、ピチッとしてる子も気になりますよね。あ、いいな。ピちゃんもいいなと思ってて。ちょっとでもやんちゃなとこがありますね。そうですか。仙人さんみたいだね。これはあれなんですけど、やっぱりこっちがなんか案外性格的にパグに多いみたいですね。そうなんですか。このなんかやんちゃな感じの。若い子の匂いでしょ。あ、ごめんね。見て。楽しい。友達いるでしょ。なんか匂いする。楽しい。うん、面白い。うん。なんでパパの肌食べるの？何？何の？どうしたの？うん。面白い。やっぱりいびきがすごいですか？あ、いびきはかきますよ、やっぱり。やっぱり。はい。ねえ、はかきますね、医者だもんね。疲れた、うん、疲れたな。かわいい。つるつる。かわいい。そこ自由だもん。子供いっぱいいる。すごい。全然普段なら行かないもんね。置かなくないんだわ、多分。かわいい。あんざ、あんざ、あいだ、あいだ、あんざ、あいつダメだ。一緒になってた。アンズ、どこアンズ連れてきて。Thank you.
うんこしないのか。